皆さん、こんにちは。今回は年齢を重ねてもかっこよく、そして大人の色気がある俳優の舘ひろしさん、人気ドラマ危ないデカシリーズでも有名です。そんな舘ひろしさんですが、桂疑惑や愛人関係の話題が浮上しているようです。そこで今回は舘ひろしさんの桂疑惑の真相について検証しまとめました。高校時代、ラグビー部のキャプテンを務めていた舘ひろしさんは千葉工業大学に進学します。その後、岩城浩一さんと共に原宿表参道を拠点にした硬派バイクチームクールスを結成します。クールスは矢沢永吉さんがリーダーだったロックバンドキャロルの親衛隊として有名となり、キャロルの解散コンサートの DVD にも登場しています。1975年にはバイクチームクールスからの選抜メンバーで結成されたロックバンドクールスのボーカルとして紫のハイウェイでデビューを果たします。その後、東映社長に誘われて東映に席を置いた舘ひろしさんは東映俳優センターに所属し、俳優としてのキャリアもスタートさせ、1976年に松田優作さん主演の暴力教室に出演します。そして同年には映画男組少年刑務所で映画初主演を果たしたのです。その後も東映で計3本の主演映画が制作されたのです。そんな舘ひろしさんの代表作といえば、1979年から始まった西部刑事シリーズ。この西部警察がきっかけで渡里哲也さんと知り合った舘ひろしさんは後に石原プロモーション入りするのです。この危ないデカシリーズはテレビドラマ以外にも映画やスペシャルドラマも展開されており、とても認知度が高い作品なのです。こうして舘ひろしさんはコンスタントに映画やテレビドラマに出演し、現在も大活躍しているのです。現在も若い頃と変わらずかっこいい舘ひろしさんですが、なんと桂疑惑が浮上しているようです。しかし、桂疑惑が浮上するということは髪型に何かしらの変化があったからこそではないでしょうか。デビュー当時の舘ひろしさんの髪型ですが、デビュー当時だけありとても若く、髪も黒くてふさふさです。1980年代の舘ひろしさん髪型はデビュー当時と特段変化がないように見えます。1996年公開の映画危ないデカリターンズに出演していた際の舘ひろしさんの髪型も特に髪型に変化は見受けられません。2007年テレビドラマパパと娘の7日間に出演していた際の舘ひろしさんや、2018年6月映画終わった人の舞台挨拶に登壇した舘ひろしさんの髪型も若い頃と比べると白髪が目立ちますが、それ以外は特に変わったようには見えません。舘ひろしさんの髪型の変化をお伝えしてきましたが、いかがですか。こうしてみると舘ひろしさんの髪型は20年以上ほぼ変わっておらず、常に髪型が決まっています。そして若い頃から現在まで変わらずふさふさです。このように20年以上も髪型が変わっていないことから、カツラなのではという疑惑が浮上したと言われています。しかし、年齢を重ねたからといって誰もがハゲたり薄くなるわけではありませんよね。舘ひろしさんのカツラ疑惑は東京フレンドパークの企画内での事故が原因ではとも言われています。しかし、実際は舘ひろしさんではなく、同じ石原プロモーション所属の神田正輝さんと間違って噂が流れたとも言われているようです。東京フレンドパークに出演した神田正輝さんがジャンプをした際にカツラが外れてしまい、収録が一時中断したという噂があり、間違った情報が流れたと言われています。神田正輝さんと間違われてカツラ疑惑が浮上したと言われている舘ひろしさんですが、実際はカツラではなく増毛や植毛ではという噂もあるようです。今では増毛や植毛をしている方もたくさんいますので、もし仮に舘ひろしさんが増毛や植毛をしていたとしても決しておかしなことではありません。逆に、何歳になっても自身の外見を気にする舘ひろしさんは素敵ではないでしょうか。ここからは皆さん気になるであろう
愛人関係についてお伝えしていきます。さらば危ないデカの大ヒット御礼舞台挨拶が東京新宿バルト9で行われ、主演の舘ひろしさんと柴田恭兵さん、村川徹監督が登壇しました。舘さん柴田さんのアブデカコンビにとってこの日が最後の舞台挨拶だけに、普段はダンディ&セクシーな2人もしんみりモード。舘さんがこの作品で柴田恭兵という俳優に出会えて刺激を受けたのはもちろん、ファンの皆さんに出会えたのはとても幸せと語れば、柴田さんはシリーズが終わってユージを演じられない以上にタカと会えないのが寂しい、まあ舘さんとは会えますけどと、シリーズ完結に思いを馳せていました。約10年ぶりに制作された劇場版の新作にしてシリーズ最終章にあたる作品ですが、定年退職を5日後に控えた高裕二が凶悪な中南米マフィアとの戦いに身を投じます。全国公開された本作は現在までに観客動員60万人を突破しました。前作まだまだ危ないデカの動員興収を上回るハイペースでヒットを記録しました。歴代6作品の総興収は82億円です。ファイナル作の大ヒットを受けてシリーズ累計興収100億円突破の可能性も出ており、舘さんは本当に皆さんのおかげですありがとうと語り、柴田さんは幅広い世代の皆さんに育てていただいたと感謝を新たにしました。村川監督はスタッフを代表しお礼を申し上げますと挨拶していました。その後ファンからの質問に答える形でシリーズ30年間の舞台裏を明かしました。女性ファンから今までで一番の危ない出来事はと質問された舘さんは、セリフが4行以上あったことと告白します。一方柴田さんは舘さんが現場に女性を連れてきたことがあってと暴露し、ファンは盛り上がります。当時の舘さんはサングラス越しに照れ笑いを見せていました。舘さんが照れ笑いをさせる女性は一体誰なのでしょうか。噂では NHK のテレビ番組お父さんと一緒で歌のお姉さんを務めた竹内夢さんだといいます。現在は舞台を中心に活躍しているそうです。セーラームーンや僕のヒーローアカデミアなどのアニメを舞台化したものに多く出演しています。いわゆる 2.5 次元の女優として有名です。またポカリスエットの CM への出演やミセスグリーンアップルのミュージックビデオへの出演などもしています。竹内さんは現在舘さん率いる舘プロという事務所に所属しています。舘プロのホームページを見たところ舘さんは社長ではないようです。舘さんとは先輩後輩の関係ですね。愛人説は全くのデマです。ベストオブダンディの舘さんに愛人がいなくて一安心です。しかしこんな黒い噂があります。それは岡田由紀子さんとの関係でした。岡田由紀子さんは枕営業をしていたといいます。当時はよく芸能界で仕事をもらいたくて枕営業をしたという噂話を耳にしましたが、本当だったのでしょうか。さらにサンミュージックでは当時人気のあった石原軍団に枕営業をしていた噂があるのです。事実松田聖子さんは石原軍団の神田正輝さんと結婚しましたが、松田聖子さんの妊娠時期と岡田由紀子さんの自殺妊娠時期が同じなんです。この松田聖子さんの妊娠と岡田由紀子さんの妊娠には何かつながりでもあるのでしょうか。岡田由紀子さんが松田聖子さんと神田正輝さん夫妻に舘ひろしさんを紹介されたのと岡田由紀子さんの妊娠に何か関係でもあるのでしょうか。サンミュージックの相沢会長が岡田由紀子さんの日記について少し語っていましたが、昔 TBS の朝のワイドショー番組のアシスタントのアルバイトをしていた姉が番組のスタッフから聞いてきた話によると、当時松田聖子さんと神田正輝さん夫妻に舘ひろしさんを紹介されたことがきっかけで、岡田由紀子さんは舘ひろしさんの子供を妊娠してしまい、そのことで悩んで自殺をしてしまったということが事実だそうですが、石原プロとサンミュージックの圧力でマスコミはみんな事実は知っていても報道できなかったそうです。
岡田由紀子さんが本当に舘ひろしさんのファンだったとしても、まさか紹介されて妊娠までするなんてことがあり得るのでしょうか。また亡霊が出るとも言われています。もし岡田由紀子さんが舘ひろしさんの子供を妊娠していたことと自殺に何か関係があったのだとしたら、岡田由紀子さんが思いを断ち切れなくて亡霊になって出てきたとしてもおかしくはありませんよね。それとも何か他に伝えたいことでもあったのでしょうか。中森明菜さんのステージに岡田由紀子さんの亡霊が出るということで有名ですが、中森明菜さんのジプシークイーンを YouTube で見ていたら、グレーの布が揺れるドレープですが、その布が岡田由紀子さんの輪郭に変化しました。裏方さんの仕業かと思ったんですが、大きなはっきりした輪郭だったのでこれは違うと。その後動画を見るとグレーの布が揺れているだけなんです。一体あれは何だったのか。赤いドレスにセミロングの動画です。でもなんで岡田由紀子さんの亡霊が中森明菜さんのステージに出るのでしょうか。中森明菜さんと岡田由紀子さんとの間に何か接点でもあったのでしょうか。岡田由紀子さんの妊娠と自殺について中森明菜さんが知っていることでもあるのでしょうか。また他殺説も浮上しています。この殺人説はあくまでも説なので話の内容が信憑性に欠けるかもしれません。これは事務所のお偉いさん A とできてた岡田さんがその関係と妊娠したことで悩んだ挙句、自宅マンションで自殺未遂後に一度事務所へ連れて行かれるわけですが、その際飛び降りたとおぼしき場所にその A が岡田さんを追い詰め、彼女はもうどうにもならないと飛び降りてしまったと。 A にとってはその頃所属した事務所の岡田さんの後輩でもある酒井紀子さんに入れ上げ、岡田さんが邪魔な存在になりつつもあったので自殺に見せかけ始末してしまったと。ただ妊娠した岡田由紀子さんが邪魔になって殺されたという話には続きがあるのです。ここに出てくる事務所の A さん、マネージャーの B さん、酒井紀子さん、舘ひろしさんの間で見え隠れするヤクザや暴走族の存在って本当なのでしょうか。ここで出てくる事務所の A さんですが、当時岡田由紀子さんのマネージャー B さんが後で同じ部屋で自殺してしまいます。このマネージャー B さんは後で酒井紀子さんのマネージャーになるんですが、この殺人事件の全てを知っていたようです。この時歌手見習いの酒井紀子さんはデビュー前でした。事務所の人に誰かが引退しないとデビューさせないと言われてました。ところが岡田由紀子さんの自殺で運よくデビューできました。後に押尾学さんの麻薬事件の時に酒井紀子さんが逃亡しました。この時の報道で酒井紀子さんは家族親戚一同がヤクザだということが分かりました。実は舘ひろしさんは当時暴走族に所属してキャロル矢沢永吉の親衛隊でした。まさに関東連合やヤクザなどの暴走族に所属していたと思います。岡田由紀子さんの妊娠と自殺にこれらの人たちが絡んでいたというのでしょうか。岡田由紀子さんの隠された妊娠と自殺について真実を知っているという方から匿名で投書が寄せられました。岡田由紀子さんの妊娠と自殺について語られていることは全て真実なのでしょうか。今日テレビでサンミュージックの創立記念パーティーのニュースを見て岡田由紀子さんのことを思い出し、今私の知っていることを公表しなければいけないと考え、以下の通りお伝えします。 1. 松田聖子さんは石原軍団複数と親密な関係であった。特に大物 W と親密な関係であった。 2. 岡田さんは石原軍団の看板男優である。 T の子供を身ごもっていたのは事実です。 3. その当時 T は複数の女性と付き合っており、その中に岡田さんもいた。 4. 岡田さんは T に対しご自身の切実な思いと子供を産むということを伝えた。岡田由紀子さんの妊娠についてのみならず松田聖子さんの枕営業についても語られていますが、元夫が石原軍団の神田正輝さんなだけに、これがもし事実だとしたら大変なことですよね。これらの内容を信じるか信じないかはあなた次第です。最後に舘ひろしさんと奥さんの間に子供がいない理由についてです。舘ひろしさんと嫁の間に子供がいない理由は
あえて作らなかったからと言われています。舘ひろしさんが嫁と子供を作らなかった理由、お互いに尊重して距離を保つ、妻にやりたいことをやらせてあげる、家庭に染まらないように。舘ひろしさんの持論は嫁だからといって共有するばかりが夫婦ではないということですね。夫婦でも別々の人間なので、お互いを尊重し距離を持つ。舘さんの持論は、夫婦は同じ趣味を持たないようにするべき、夫婦の会話は意識的に減らす、なのですが、そういった舘さんが求めている夫婦のベストな距離感を保ってくれているのかもしれません。また舘ひろしさんは嫁に対してもかなり寛容だそうで、妻には家事など流行らずにどんどん遊びに出かけてほしいそうです。妻には家事をやらせず家から出て遊びに行くことを勧める。なんと浮気も OK という幸子夫人。夫婦関係について舘さんの知人は言う、これは幸子さんが舘ひろしさんに対して自由を許しているからこそ、舘ひろしさんも自由でいてほしいと感じるのかもしれませんね。舘ひろしさんと嫁の幸子さんは知り合ってから10年お付き合いして結婚しました。当時舘ひろしさんは36歳、幸子さんが23歳でした。しかし舘ひろしさんはプロポーズをしていません。幸子さんと仲が良く自然と一緒になったそうです。舘ひろしさんが結婚を決めたのは、幸子さんが文句を言わずに自由にさせてくれるから。幸子さんはこういった恋愛の問題にはあまり文句を言わない人なようです。よく指輪の箱をパカッて開けて結婚してくださいっていうのも好き嫌いがあるようで、家の中でさらっと結婚しようとか言われる方が良いという女性も珍しくありません。幸子さんもそこまで関わりはなかったのかもしれませんね。そして1996年8月に英国で結婚されました。舘さんが46歳、幸子さんが33歳でした。結婚式は英国のガーデンパーティーにしたようです。理由は舘ひろしさんの祖父が英国好きで、幼少期から英国風の教育が身についていたからだそうです。舘ひろしさんの紳士さは英国教育が原点なのか、結婚式は馬車に乗って登場したようで、これはファンの中でも有名な話だそうです。そしてお子さんについてですが、舘ひろしさんと嫁の幸子さんとの間で不妊治療の噂はありますが、確実な証拠や証言などはありませんでした。これは結婚した当初、嫁の幸子さんはまだ若くて33歳だったので、子供が十分持てる年齢なのに子供がいないことから、世間が勝手に不妊治療をしないのという思い込みから噂が一人歩きした可能性が高いと思います。舘ひろしさんは嫁の幸子さんから浮気を認められていると言います。幸子さんはかなり寛容な方で、序盤にも説明させてもらいましたが、浮気 OK な方のようです。僕みたいに結婚しながら恋している状態が心地いいやつもいるでしょう。僕はもういつも恋をしていないとダメなのです。だから結婚してからもちゃんと恋をしています。妻の心が広いのかな、というよりそれを認めることが彼女流の愛情表現なのかもしれません。こんなコメントを残しつつも、不倫や浮気といった話を聞いたことがないんですよね。舘さんみたいな人なら何人も愛人がいても不思議じゃないのですが、実際は昔の石原軍団にいた俳優はみんな浮気とか不倫とか噂が出ない人が多いです。舘ひろしさんは早見優さんと浮気の噂がありましたが、これは根拠がなくデマだった可能性が高そうです。ただテレビ番組内で口説いていたなんていう説もあったようなので、真相が気になるところですね。どっちにしても幸子さんが浮気を許容しているので、そこまで大きな問題にはならないと思います。ただ舘ひろしさんってやっぱり真摯なイメージなので、浮気不倫みたいな話って聞かないですよね。現在74歳の舘ひろしさんですが、いつまでも元気で活躍してほしいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。